こんにちは、カノアです。いつも、ご視聴いただき本当にありがとうございます。タイトルの、魂の仕組みについて、魂はどこから来てどこへ行くのか、ということについてお話ししていきたいと思います。まず魂っていうものは、どういうものかというと、魂というのはスピリットというのを、入れる器のようなものになります。スピリットというのは空気中を、漂っているエネルギーなので、こう境目がなくてこう全部混じり合っているので、それを、個別化する器のようなものを魂と言います。宇宙に存在するほとんどの知的生命は、魂を持ちます。魂は、意識そのものとして肉体を持った状態でなくても存在できます。私たちが、地球人の肉体を持って、地球人として存在しているのは、地球でしかできない経験を、魂が望んだからで、もし魂が、火星でしかできないことがしたいと思えば、火星人の肉体を持つことになります。地球人は、宇宙人の DNA をもとに作られました。このことについてお話しすると長くなりますので、私の動画のアセンションについて1、まずは地球の歴史から人類誕生の秘密という動画に、詳しく挙げていますので、興味のある方はそちらをご覧ください。概要欄に、貼り付けておきます。肉体を持った人類が、肉体を離れることを地球では、死と言いますが、その後に魂はどうなるかというと、肉体を離れた魂は宇宙の別次元に存在する自分のグループの、世界に帰ります。個々の魂はソウルグループという一つの単位があります。そして一つのグループを統括するマスターソウルがあり、マスターソウルもたくさんあって、マスターソウルを統括するさらに大きなマスターソウルがあるという構図になっています。生まれる時はこのソウルグループから、例えば A さん、B さん、C さんという魂が作られて出てきます。それが惑星や宇宙の中に人工的に作られた空間などにやってきて胎児と結びつきます。A とか B とか C は何を意味するのかというと、情報になります。 A という情報をコピーしたのが A さん。 A さんが人生を通していろいろ経験したことは全部マスターソウルにフィードバックされます。 A さんは一生をかけて情報を更新します。例えば A さんが、A が更新されて A1 になると、大元の情報も更新される仕組みです。そして亡くなると完全にマスターソウルに戻っていきます。地球人にとっての私は、魂全体ではなくごく一部で、人間をやっているパーソナリティの部分だけを私と思っていますが、でも宇宙人は大元のマスターソウルの方を私と思っていて、私の一部がここにもここにもいると思っています。 A という情報をコピーしたのが A さんの魂と説明しましたが、実際は一人の人間が一つの情報を持ってきているのではなく、進化とはソウルグループが共有している情報を、洗練させることで、経験を通して無駄な情報を排除し、よりシンプルで洗練された情報に書き換えていくという作業を、私たちは常にマスターソウルと共に行っています。実際は、効率化を図るため A と M と X というふうに情報をミックスして生まれる場所に持っていきます。 A だけだと情報が、限られますが、他の情報も一緒なので、可能性がすごく広がります。情報は
いくらでもコピーできるので、一つの魂がそれを持っていっても大元からはなくなりません。ヒプノセラピーで、よく私の過去世は、織田信長だという人がいたとしても、それが、何人いても同じ過去世を複数の人が共有することは可能ということになります。生まれる時に魂が持ってくる情報とは、マスターソウルが分け与える情報で、マスターソウルはそれぞれの魂の役割分担に必要な情報、個々の人生に必要な全ての情報を魂に分け与えます。それは、人格を決定づける性質、肉体的な性質や運動能力に関わる情報も遺伝子だけでなく魂の情報として持っています。人生の中で経験する必要のある現実を想像するための可能性もいくつものパターンを想定して、テンプレートとしてすでに持っています。どれを選択したとしても必要な経験はできるように用意されていて、このように人生が魂の探求しようとしているテーマから外れないように用意されたテンプレートも情報になります。なので人生の中で誰と出会ってどんなことを分かち合い、どんな気づきを得るかといったこともすでに情報として持っています。過去世の記憶という情報、それぞれの人生で経験したことやその経験を通して思い考えたこと、得た知恵など、習得した技能なども情報として持っています。どの魂も膨大な情報を持ってきていて、人生でいろいろな経験を積むことで、その情報を絶え間なく更新し続けている、ので、肉体の死を迎えた時も、その情報は残り自分が属しているマスターソウルで共有されることになります。私たちがここで生きている間、私たちの魂の情報はマスターソウルに筒抜けです。マスターソウルは自分から派遣している魂たちのチームワークを図り、目的に向けて前進しながら、より多くの可能性を物理次元に顕現するための監督役になっています。私たちは、一人でこの世界に来て一人で魂のテーマに取り組んでいるわけではなく、必ずマスターソウルの仲間とチームワークで動いていて、彼らはガイドとして私たちの活動を常にサポートしてくれています。ガイドたちは肉体を持って生きている私たちとは違う霊的視点で物事を見て、その視点から私たちにアドバイスをくれます。それは瞬間的なひらめきという形で伝えられたり、誰かの口を使って言われることもあります。また何か現実的な出来事を通して伝えられたり、夢を通して見せられることもあります。地球に生きている中にもソウルグループの仲間はいます。もし仲間の一人がある重要な知恵を得たとすれば、その知恵は必ず仲間である全員に共有され、その場合無意識のうちに価値観や考え方が変わったり、興味の対象が急に変化したりという形で起きることもあります。何もかも一人でやる必要はないので、肩の力を抜いて人生を楽しむことが大切になります。情報はエネルギーでもあります。私たちが生きていくには常にエネルギーを循環させることが必要で、一人ではなかなかダイナミックな循環ができないし、循環を維持することも難しくなります。私たちは人と関係性を持つことによってエネルギーの豊かな循環を促すことが可能になります。例えば自分が起こしたアクションに対して誰かが思考し、感情的な反応も起こしてくれるかもしれないし、このようなリアクションを受けると自分はさらにそのことについて思考し、感情的にも何らかのリアクションが起きるかもしれない。そしてそのことに対してまた別の人にシェアするというリアクションを起こす。このようにエネルギーを循環させる輪をどんどん広げていくと、エネルギーの循環の輪が広がれば
豊かな人間関係を促し、仲間ができ、さらに大きな社会的アクションにつながります。このようにエネルギーの循環が活性化するにつれ、私たちの細胞は活性化し、美と健康を保てます。ただ生きるだけでなく、健康に美しく楽しく生きるためには、好奇心を持って何事にも積極に取り組み、人や現実とも関わりを持つようにすることが必要です。魂の重さは人によって違います。前向きで楽天的で常に新しいことにチャレンジしているような魂は、エネルギーが循環しているのでとても軽いです。絶えず外から評価されることを意識したり、人と比較してどうなのかと考え続けていたりすると、恐怖や不安でどんどん壁を作ってしまい、新しい情報も入ってこないし、自分からも出ていかないのでエネルギーは循環しません。そういう生き方をしていると地球自身にも負担がかかります。私たちが自分に壁を作れば、地球自身にもたくさんの壁ができて、宇宙の交流を妨げることになるので、未来を作るのも地球の進化も私たち一人一人の意識なので、これから先どうなるかと不安を抱くよりも、これからどんな世界になってほしいかと考えることが重要になります。思考の使い方を訓練しないと、なかなかそういうふうには考えられないのですが、やり方としては、まず入り口としては、自分が楽しいと感じられることを自分にさせてあげること、例えば漫画を読みたかったらできる限り読ませてあげる、温泉に行きたかったら1週間以内に行かせてあげる、小さなことでも必ず自分の願いを叶えてあげ、少しずつ自分に対する信頼を獲得していくことも大切です。楽しいことに夢中になれば心配事を考える暇もなくなり、楽しいことをやろうとすると必ず人が集まります。新しい人間関係の中から新しい可能性に対するビジョンが広がっていくことになります。魂にアクセスする方法は、物事を思考するところが大脳で、日常的にはほとんど大脳を使っています。見たものに反応する感覚的なものは中脳で、日常的にはほとんど大脳と中脳のコンビネーションで機能していて、特に大脳は絶えず忙しくしています。見えないサポーターや工事の存在からのアクセスに気づく機能や魂につながるということは小脳で、行うので、大脳が常に忙しいと小脳をうまく使えません。大脳の使いすぎが魂へのアクセスを妨げる原因になります。瞑想しているとき、余計なことをなるべく考えない方がいいのは、大脳を沈めて他の脳が活性化、するために瞑想中に、余計なことを考えない方がいいということになります。なので魂にアクセスするには、瞑想がとても効果的になります。で、私の友人のなるさんが、瞑想の動画を、作っていますので、そちらを、参考に瞑想をしていただけるととてもいいと思います。概要欄に貼っておきますので、またその動画を使って瞑想されると、とてもいいと思うので、ぜひやってみてください。スピリチュアルを勉強していくうちに、魂の捉え方も私は随分変わりました。今の私の原動力は、魂やアセンションやスピリチュアルのことを知りたいという気持ち、そして、知って行動を起こせば自分を変えることができ、自分も楽しく、それが地球のために役立つことを知りました。私はスピリチュアルのことを知って伝えることが楽しいので、これからも気づいたことをどんどん上げていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。これで動画終わりになりますので、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。